はい。え、どうもこんばんは。ミスチラ TV、ケイ予言的中 TV です。えー、今日もですね、ミスチルに関するまた予言をね、もう確実に当たるだろうと。もう、ミスチルに関する膨大なデータベースを基準に、えー、もう確実にね、この予言当たるから。もうかけてもいいから。うん。っていう予言をね、今日は言い当てたいと、思います。はい。まあ、どういう予言かっていうと、えー、ミスチルシングル出ます。はい。いや、シングル CD としてね、これあの、えー、永遠のデジタルが出ましたけど、 多分ね、次はね、生きろが出ると思うんだけど、生きろが、えー、多分 CD として出ると思うんだよね。うん。なんでかっていう理由を喋るから、まあ黙って聞いてほしいんだけど、まああの、生きろは、生きろじゃないって、永遠はね、まあ一応その、あのー、とりあえず出してみたみたいな感じで、まあデジタルシングルだから、まあそれ、あの、なん,てうんだろう。いろいろお金もかかんないの。もう配信するだけだから。 そう、在庫とかもないけど、ただ、生きろはね、本命だと思うんだよね。そう、永遠はあくまで、あの、とりあえず、あの、ジョブみたいな感じ。そう。僕はまあ、ボクシングとかわかんないけど、で、ストレートで来るのが生きろだと思うよ。まあ、キングダムっていうでっかいね、映画。まあ、永遠に関してはさ、ネットフリックスっていう、まあ、ネットの映画じゃん、所詮。そうあ。だから、あの、まあ、ぶっちゃけね、対象ないよ。うん。だけど、生きろはね、もう、キングダムっていうもうあの、ね、映画館で見る映画。 本物の映画。まあ、僕、あの、ネットフリックスも、えー、本物の映画とそういうこと言ってるわけじゃないけど、そう。まあ、なんだかんだ言ってキングダムじゃないですか。だから、まあ、あの、盛大にね、あの、リリースするはずなんだよ。でね、えー、まあ、多分ね、生きろのカップリングで多分ね、永遠がついてきたりとか、まあ、もしくはパターンで言うと、まあ、生きろと、あとま、ライブ音源みたいなのが、 入ってるっていう可能性もあるし、スタジオライブみたいな。まあ光のアトリエの時そうだったじゃないですか。うん。まあそんな感じで、多分ね CD 出るんじゃないかなって踏んでます。はい。まあ、なんだかんだ言ってミスチルってやっぱりその CD を売ってきたミュージシャンだから、やっぱりその CD に対して思い入れがあるはずなんだよ。 あの、2020年の3月に、あの、バースデーと君と化されたモノローグのシングル CD 出たじゃないですか。あれ、本当意味なかったじゃないですか。なんであれ出したのって、多分ね、あの、思ってる人多いと思うんだよ。ああいうね、無意味なことをね、ミスチルがあってするんだよ。なんか、出さなきゃいけないものは出さないのに、なんか、出さなくていいものをいちいち出すっていう傾向にあるんだよね。うん。だから、バースデーと君と化されたモノローグってさ、もう、両方とも、2曲しか入ってないし、で、両方とも、 あの、サウンドトラックに入ったじゃないですか。ああいう無意味なね、リリースするんですよ。なんかああいう出さなくていいもの出すくせに、なんか、あの、アンイミテーションブラッドレジツアーのドーム公演とか、サンクスギビングのドーム公演とか、そういうなんか見たい、我々が見たいと。虹とか光,光のアトリエとかさ。そういうなんか見たいって思ってる映像とかは出さないで、なんかこれ無駄なことするんですよね。だから今回も、それ無駄なことをするって今までの流れを見て、多分、生きろのシングルが出るだろうっていう。うん。 いや本当ね、出さなくていいと思うんですよね。生きろのシングル CD は。うん。まあ、出たとしても、えー、買うんだけどね、僕はね。うん。僕 CD 大好きなんで。そう。あの、出たとしたら絶対買います。で、絶対デ,デビューします。はい。うん。だから多分、出るだろうね。その、ベストアルバムを、の前に、なんか先行シングルみたいな感じで、で、結局生きろも、運命も、運命じゃねえわ。えー、サも、えなんだっけ、永遠も、多分ベスト版に入るんだよ。 そう。っていうね、無駄なリリースをね、ミスチルはこれまでもしてきたし、えー、多分今後もするつもりです。はい。えー、まあそういうね、ヘンテコリンな、まあこれはミスチルサイドが決めてることなのか、ミスチルの運営サイドが決めてることなのかはわかんないけど、まあヘンテコリンなリリースをほんとするんですよ。ほんと許せない。うん。だから愛くるしい。うん、これ変なことをするところが好きだね。うん。まあ、ただ、あの、見たい映像とかはこっちあるからね。それは早く見たいっていう気持ちは、 いつもあるし、もうずっと募らせまくってるんで。うん。という感じです。はい。多分 CD 出ると思うんですよ。うん。シングル CD。毎回出てるんで。それなんか、何十周年とか、何十五周年とか。そう。十周年の時に、まあ十周年っていうかまあ、ほぼ九周年だけど、まあ、ほぼ九周年。正確に言うと九周年だけど、まあ、実際はほぼ十周年みたいな、あのポップザロルス2001の時も優しい歌出たし。で、えー、15周年の時も、えー、旅立ちの歌。 で、えー、20周年の時に、いろり涙の起動。で、25周年の時に、ひまわり。で、30周年、今回、生きろですよ。本当この流れですよ。絶対出すんで。はい。もうかけてもいいです。はい。えー、という感じです。はい。話すこと終わったな。えー、まあね、8分近くまで話すと、YouTube っていう広告が2個つくんですよね。なんで、まあ、もう本題が終わりました。なんで、まあ、ここから雑談コーナーなんで、まあ、あの、ここで動画を切ることをお勧めします。もう本題、もう、もういいよ。お前の話、あの、最初のミスチルの話だけでいいよっていう人は、ここで切ってください。はい。 ま、3分近く話すんだけど、いや、リマスター <laughs>、毎回ね、リマスター版はね、ちょっとなんかね、怪しいですよね。うん。でもね、前回、てか、前回かな。うん。そう、あの、ミス中に物申すって動画出したじゃないですか。あれ結構ね、確かにその通りっていう人結構多かったの、コメント欄見るとね。だから、そう、やっぱり、 僕と同じ気持ちの人ってやっぱいるんだなっていうのを感じて、すごい嬉しかったですね。うん。なんか、ミスチルってなんか僕の周り実際に、えなんで、実際に知り合いの人とか、そういう周りの人たちってそういうなんか僕みたいにミスチルに関する意見ガンガン言う人いないんですよ。だから僕みたいな、こここうだよねとか、これ出してほしいよねとか、この曲あんま好きじゃないなって言うと、嫌な顔されるんですよ。周りのそのミスチルファン、いや、何言ってんのみたいな。ミスチル全部いいじゃん、みたいな。 なんかミスチュールのやることに文句言うなよ。みたいなど、っちかというと、信者寄りの人たちが結構周り多くて。だからやっぱりこれネットで配信するっていう意味はそういうところだと思うんですよ。その僕と同じ考えの人がまあ周りにいなかっただけで、ネット上には絶対いるだろうと思って。僕はこれミスチルは tv を運営してますんで、だからやっぱりなんだかんだ言って。ネット上ネットは広いから、やっぱり僕と同じ意見の人って結構。まああのめちゃくちゃいるわけじゃないけど、結構いるんだなっていうのがね。 あってやっぱこの YouTube っていうのをやっててよかったなってね。やっぱ改めて思いますね。いやー、うーんなんかね、全部を全部ね、肯定するのって僕間違ってると思うんですよ。それこそまさに信者のやることだし、僕はあの、ミスチルのやることはなすことを、そのままあ、いいこともあるよ。で、俺、いいことは褒めてるし、 そう。なんか、結構最近僕のそのミスチュラー TV アンチみたいな人が結構増えてきてて、なんか勘違いしてる。だから僕がミスチュラーに関するなんか否定的な意見を言ってる動画だけ見て、なんかこいつは批判ばっかしてるみたいな。ミスチュラーのアンチだみたいなことを言ってるけど、いやいや違う違う。ほんの一部なんだよ。僕がミスチュラーに対してなんか非批判的な発言してる動画って、ほんの一部。もう1割近くで、ほぼ9割残りは全部。 ミスチルに関して褒めてたりとか、この曲好きだとか、この曲はもうすごいって言ってる動画の方が大半なわけよ。全部をミスしてなんか一部分だけを見るみたいな、まあ本当に、まあやっぱり信者だなって思うんですよ。やっぱりその、もうこうなってるから、ミスチルのいい部分、もうなんだろう、ミスチルはいいみたいな、もう勝手に決めつけミスチルイコールいいみたいな。もうこの方程式を勝手に作り上げてるから、だから僕のその動画も、そのなんか批判的な動画しか見てないから、 そうだからこいつはいやあのけしからんやってたみたいなことを言うんだよねそう気持ち悪いねほんとねはいという感じでまあ残り8分まだ、あ、もう少しなんでねいやー C 出,しょ出てほしいね、うんはい、あっ8分たちました終わりです「社会に出る辛つらさで酔いざめのギター」 よく聞き「あさるでってすぐにな」